時事映画作家、内藤めぐむ YouTube チャンネル。本日は、通りすがりのガンマニア、森崎源太さんの秘密基地よりお届けしております。イエーイ！出演者は、レギュラー、栗林健二さん。どうも。そして、この秘密基地の長であらせられる森崎源太さんです。イエイーイ！森崎源太さんは誰なんですか？わかんない。誰なんですかって何？森崎まあ、一応俳優ペイでいいんですかね。俳優はさっき全然やってないですよね。通りすがりのガンマニアです。ガンマニアです。そうですね。SGAW シリーズ。SG ってあれだよね。SG って。スクールガール&ウェポンズ。変な宗教団体とか。いや、じゃない、もう、もう。ある自主映画作品、映画というか、まあ、ネット上の連続ドラマですね。はいはい。がございまして、何の我々、こう、回し者でもないんですが、まあ、つい、自主的に、つい、こう、最近ですね、これはちょっと、近世に触れるものがありまして、これはちょっと、皆さんにお伝えしなくてはいけないということで、SGAW、みんなで見よう、スペシャルということで。イェーイ見よう？あ、今から。結構、長丁場になる。みんなに語ろう。で、そもそもこの SGAW、スクールガール&ウェポンズシリーズというのは何なのかっていうのはですね、女子高生×銃撃戦、YouTube チャンネルマイマジで展開されるアクションエンターテインメントということで、概要はそういう感じの、まあ、アクションサーガなんですが、1作目っていうか、最初の動画が投稿されたのは2019年で、結構前なの？そう、銭湯、いわゆる銭湯ね。あ、お風呂屋さんね。お風呂屋さんで銭湯して女子高生が中に乗り込んでって、ヤクザを倒すみたいな動画が、まあ出たんですよ。大喜利だったもん。大喜利だったの？銭湯と銭湯をかけて。わかんないで、それは見たことあって、で、確かに、まあ、面白いなと思ってたんですけど、知らない間に、まあ、コロナもあって、この期間で、めちゃめちゃ作品が増えてる。そうだね。っていう。しかも、ちゃんとストーリーのあるやつも増えてるので、ところで、びっくりしまして。まあ、ちょっとこれはちょっとお伝えしたいなと勝手に思っちゃった、うん。そうですね。で、まあ、栗林さんは監督でもあらせられますが、まあ、新宿アクション映画祭りという、はい、アクション映画の自主映画を集めたイベントも開催してますが、はい、まあ、栗林さんも結構サーガ的には見たと思うんですが。あ、そうですね。この前一気見しまして。なるほど。はい。なかなか何でしょう。単なるその銃撃戦メインの話じゃなくて、うん、そのストーリーがそのなんか、いわゆるそのフィルムノワールというか、ちょっとノワールチックなね、このなんか単なるその女子高生がキャピキャピした女子高生が銃をバンバン撃つだけじゃなくて、そこにまつわる光と影じゃないけど、そこがまたね、コントラストがあって、そこは魅力的だなと思います。なるほど、なるほど。だドラマ的なことで言うと、結構僕は、まあ、今、まあ、大体みんな同じ。年代で40半ばぐらいなんですけど、なんかそのあたりの、まあ、年代ではないんですが、俺なんか見るとすごくリアリティラインがちょうどいいというか、うんうん、このあんまりギャグしすぎちゃうのもあんま好きじゃないし、そうだね、あんまり暗すぎるのも僕はあんま好きじゃない、うんうん、でそこのなんかバランスが、こうかつてのこうなんていうんですかね、昔の昭和終わりぐらいの、うんうん、まあポリスアクションだったり、まあ、時代劇だったり、まあ、もっと言えばまだジャンプのこの少年漫画的なぐらいのこうちょうどいいこのシリアスとコミカルのバランスがいいなっていうのがあって、ね、なかなかね今ちょっと好みあると思うんですけど、シリアスに寄りすぎちゃうとかコミカルに寄りすぎちゃうっていうのがちょっと苦手なところあったんですけど、ちょうど僕なんかそのあたりのバランスがすごいいいなっていうのが非常にだから、まあ、ミディアムというかちょうどいい感じの流れとか構成がから見やすいよ、ね。見やすいですよ。まあ、尺もそんな長くないですね。そうそうそう。尺長くないっていうのがいいね。で、まあ多分総数何本ぐらいだろう。何本ぐらいだろう。多分20から30ぐらい、そうそうそう、多分作品があるんですけど、まあすごい短いものから、20分、30分ぐらいのものあるんですけど、ものすごいこうテンポがいいよね。そう、テンポがいい。でしかもその一本一本作られてるそのペースというか、あれが結構短いでしょ。なんか、ね、短いと思う。半年に一遍とか。下手したら3ヶ月に一遍とか、それぐらいのスパンじゃないですか。すごいよね。最近じゃなかなかない。ないですよね。あれ、脚本って一人で書いてるのかな？
何人かが。ああ、ごめん。いや、基本は多分一人だと思う。一人だと思う。ああ、大変。ちょっと、多分。すごい、すごいね。その短いスパンで。逆に、ちょっと作品に夢中で、あんまりその背景がね、あんまり知らないんですけど。いや、森崎さんは意外と俳優の知ってる方が出てたっていう、なんか、チラチラ知ってる人が。知ってる人あ、それはみんな知ってる人じゃん。あの人ですね。名前が出る前。増本さん。ああ、そう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 、とかね。うん。初期の頃に出てた方と。増本さんとか、白沢さんね。そうそう、出てましたね。分かったけど、ああ、いたと思って。確かに。大阪、多分拠点に、大阪と関西拠点に作られているっていう作品だと思うんですが。あと、ロケーションもいいね。あ、ロケーションね。うん、ロケーションいいと思う。やっぱ関西、やっぱ東京ではなかなかやれないような場所で結構意外とね、やったりしてるから。そこはいいなと思う。ロケーションがいろいろ選べるっていうのはいいよね。いろんなところでロケーションができて、銃撃戦できるっていいよね。そうそうそう。ロケーション選べない銃撃戦ほど悲しいものはないからね。そう。毎回似たような場所が似たような。何も遮蔽物がないところで無理やり銃撃戦やるとか。そうそうそう。その東京近郊だとちょっとそういう傾向があるかもしれない。もう無理だろ、ここで銃撃戦はみたいなところでね、やるような内容だからね。意外とそういうね、こう、なんかセンスがない人もいますからね。そうそう。まあ、それはそこまででしょう。ああ、まあ、僕は、ガンマニアとしては。いや、ガンマニアの視点と、普通に物語を見る視点と2つあって、普通に物語を見る視点で言うと、最初のやっぱり初期からしてくると、うんうん、やっぱり話がどん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 やっぱりちょっとこう巧妙、なんだろう、細かくなって、なんだろう、細かくじゃないな、言葉が出てこないけど、なかなかこう複雑になって、はい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 、話がやっぱ複雑になっていくし、うん、で、キャストさんたちも、最初から出てる人いるじゃないですか。はいはいはい。やっぱりね、格段にやっぱりね、レベルが上がってくるんですよ。ああ、なるほど、なるほど。だからね、見やすくなってくるんですよ。うん、最初はやっぱりね、実習映画に毛が生えた程度でぐらいな感じだ。でもやっぱりね、特に僕はね、印象に残ってるとか、はい、注目してるのが男性3人。ああ、男性3人は明らかに最初と違うんですよ、芝居が。うんうん、回を重ねてくると。はいはいはい、それがね、面白くてね、男性3人は僕は気に入って、女の子たちは、ごめんなさい、あんまりよくわかんない。女の子は興味ない。あんまり興味ない。女の子、人数も多いしね。そう、人数が多いんで、人数が多いので、まあそこまで、あと、まあ、今度ガンマニアの視点で言うと、そこに多分女の子とはつながってきちゃうんだけど、上達がない。っていうか、あれ、要するに、ごめん、リアリティと、その、コメディ、コミカルな部分と、融合させてやってるんだけど、やっぱり銃を扱うところになると、結構シビアな目で見ちゃうんですよ。なるほど、なるほど。はい。シビアな目で見ると、もうド素人が使ってるの丸出しの状態がずっと続いてきちゃう。どっかできっと変わるのかなと思って見てたんだけど、一切変わらなかったんですよ。なるほど、なるほど。その時点で、これはないなっていう部分で、銃眼マニアとしての視点は途中で捨てました。なるほど。なので、純粋に物語だけを見てます。はいはいはい。で、それと物語だけを見た上では、全然普通に見れるし、テンポ、さっき言ったテンポもいいし、面白く見れます。なるほどね。まあそのあたりはまあ割り切ってというか。そう、もう割り切るしかねえなと思って。まあそもそもね、この女子高生の銃撃戦っていうこと自体がファンタジーの世界。どっかで、ただ銃も例えば、ボーンとかスナイパーとかみたいに、銃をね、例えばまあこだわりで銃をいろいろ変えてんじゃん、持つ銃を変えたりとか、いろんな銃を出そうとしてるんですよ。なるほど。過去にあんまり使ったことない銃だったりとか、いろんな銃を出した。でもそういうのが実はなくて、毎回同じ銃が出てくるんですよ。決まった銃しか出てこないんですよ。ただそれは予算の都合だったりとか、キャラ付けみたいなのもあるの。キャラ付け、まあキャラ付けはあった。リボルバーで使ってる女の子がいて、そこはキャラ付けあった。だけど他に関してはほとんどキャラ付けとかない。なるほどね。他にはちょっとごめんなさい、全然目立ったキャラ付けがない。銃にこだわりがそれほどない。なるほど、なるほど。だ銃を扱うってことに対してのこだわりもな、もうちょっとごめんなさい、ないんじゃなくて、見えない。何が見えなかった。そう、だからそこ、監督の中にそういう、あれがないんであれば、それを専門の人を使うなりなんなり、いるか分かんないですけど、入れるなりして、監修、銃器関係の監修をさせる、してもらうなりなんなりっていうのをやるべきだったんじゃないかなと思う。なるほど。女の子たちのやっぱり銃の扱い方、持ち方、構え方。もうちょっとやった方がいいだろうなって、明らかに慣れてないなっていうのがよくわかる。じゃあ、森崎さん、関西まで行って指導。顎足つけてくれたらいいんだ。もちろん、顎足つけてくれたらいいんだ。予算だったり、人員的なもの、つてが、コネクションがないとかね、まあ、いろいろ多分事情はあると思う。だけど、まあ、マニアと、ガンマニアとしては、やっぱそこはこだわってほしかったんだっていうところかな。女の子さ、女の子メインで使ってんじゃん。銃の扱い方がすっげえうまい女の子いたら、多分そっから目離せない。ああ、なるほどね。うん。
もう当たり前のように、もうサラコナーのように、そこら求めちゃう。まあ、理想は、ね、女の子をね、シャーやったら、もうそら、おーってなるよ。まあでもやっぱり、でも、まあトータルだけやってもらうと難しいんだよ、ね。やっぱ上流の子を銃使わせるって、やっぱすごい、こう、エンターテインメントの王道ではあるんだけど、それやっぱ、それできる人は期間がね、そう、期間。やっぱりお金にも関係してくるのかもしれないけど、ね、それが、それは使う期間。がやっぱり短いとどうしても無理、うん、1日2日じゃ絶対無理だし、半年1年かけてやらないといけないぐらい、まだね、まだシリーズはまだまだ続きますから、であればこの先に期待したいですよね、なるほど、本当に女の子をかっこよく見せてほしい、まあそれはいい意見ですね、かっこよく見たい、じゃあまあ今までの中で、はい、まあ、とりあえず一通り見ましたけど、多分見たんだと思いますけど、一番好きなはいくつかあるんで、エピソードをそれぞれ。あります?じゃあ、まず、エピソードからいきますか。エピソードからいきましょう。エピソードからね。はい。森、は、崎、い、さん、大丈夫ですか?ごめん、もうお二人と。ああ、なるほど。じゃあ、もう二人の世界ってことで。はい、多分ちょっと違うこと言っちゃうから。はい、わかりました。せーの。あかね。ああ、わかるでしょ。あかねだよね。どんな話?いや、もう、いやもうこれですよ。これです。これですよね。レオンでございます。おうおうおうあ、やっぱりそうなのか。やっぱりそうなんです、ね。そう、レオン、もう、あかねさんの話はね、泣きました。泣くよね。あれ泣いた。あれはもう、あれ30分ないぐらいだと思うんですけど。30分ないんだけど、もう、あの濃密な、濃密ですね。本当に映画を見たような満足度があって、そう、レオンがモチーフのね。そうそうそう。あったな。あ、レオンや。だから、要するにその、アカネさんが、に、だぶせん、黒川さんが、アカネに、子供を守るように、はいはい、リーガードするようにっていう依頼を受けて、ただ、その任務は一応受けるんだけど、アカネさんは感情がないんですよね。そうですね。で、感情がなくて、とりあえず、命令というか、任務はちゃんとこなすんだけど、その感情のない自分っていうのに対して、やっぱ悩みというか、それはそれでやっぱ悩みを抱えてるわけなんですよね。本当にその最初だから子供とも触れ合いも描きつつ、自分は一体何だろうっていうので悩みつつ、そう。そして途中で、なんとね、赤木さん自身が動くという。そうですね。自らの意思で。自らの意思で動く。今まで命令されてきた人が動くという。そうそう、あれはね、良かったです。良かったですね。で、ちゃんとレオンの伏線というか、そうなんですよね。レオンが好きな人は、あれは多分ハマると思う。そう。だ使い方が嫌味じゃないですよね。そうそう、嫌味じゃないんですよ。本当にいい感じの使い方。嫌味じゃないんですよ。あとやっぱり曲がいいよね。曲いいっすね。うん、あれ曲はなんか平沢さん役の方が作ってるみたいですよ。はい、あ、本当に。なんか俳優さんが結構音楽もできるみたいで。そうなんだ。めっちゃなんかね、シナリンゴのなんかとか感じのね、なんかいい曲でして。あれさ、すごいのがさ、照明とかさ、はいはい、あれこだわっててさ、クライマックスかなんかかな、もうパトランプが。あ、はいはいはい、あれさ、うまくもううまく出かけてるよね。うん、まあ、一瞬もしかしたらこれカットするかもしれないけど、病院らしきところは明らかに区民センターみたいなところなんですけど、だからそこによくやれたよね。そうだからまあ見えますからね、それ、うん、見える見える。で他のこうエージェント殺し屋のとの女の子の関係もちょっと出ていながら、うん、あれは結構ハードボイルドだよね。ハードボイルドでしたね。で結局ね、後半のまあ後半の下りとかは本当に往年の昭和のドラマを彷彿させるハードボイルド。やっぱ悪役の方がものすごい良かったですね。良かったですね。ちゃんとやっぱりね、クライマックスとかラストもやっぱちゃんとレオンを踏まえて。踏まえた、そうなんです。うん、やってましたね。なるほど。先ほど栗林さんのツイートで自主映画を見て泣きましたというのは。あ、あれです。あれだった。あれです。では。はい。一応、まあ、ベタなんですけど、一番好きなキャラクターということで、別に、男女問わずでいいです。好きなキャラね。森崎さんも参加したいっていうこと。私、さっき言っちゃいました、もう。男性3人です。あ、なるほどね。男性班だから、ね。男性班、はい。そうっすね。好きなキャラでしょ。好きなキャラ。じゃあ、いやりしましょう。
え、これもせーのでいくせーのでいくあ、これじゃ。せーの。なだめ。あ、まあ、違った。そこはやっぱ違うから。なるほど。夏目さん。夏目ですね。夏目さんなんだろうな。やっぱ、あの、動きというか、あれがすごい力強くて、踏ん張りがあって、躍動感があって、でそれでいて可愛らしいから、そこが夏目さんはいいなと思った。夏目さんは、比較がない。痛みを感じないんですよ。はいはいはい。だから、痛みを感じないことにやっぱり悩みがあって、ってね、でその、はい、要するに、あれですよね、確かに夏目さんは、監禁されてる時にすっごい拷問受けちゃって、はいはいはい、それがきっかけで痛覚というか痛みがなくなってしまった、うん。そうですね。そういう人なんですよ。うん、ただ、彼女の動きとかはめちゃくちゃの、うん、なんか力強さがあって、うん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 、いいですね。あれ、幻覚見るのはあ、夏目さんですよ。あの、あれですよね。なんかフレン、あの、イマジナリーフレンド。高橋さんね。高橋さんなんですか。そう、イマジナリーフレンドの高橋さん。そうそうそう。ちなみに、内藤さんの。アザミが。アザミ。やっぱもう王道の、うん、あのリボルバーで。ああ、はい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 。あの、ロシアンルーレットを仕掛けるというか、うんうんうん、こう、死と生のが、うん、あの、境界が曖昧になってるというか、うんうん、あまりこう、生に頓着しないような、うんうんまあ、非常にこう、ステレオタイプのキャラクターではあるんですけど、うんうんうん、やっぱあのね、中の人というか、うんうん、感じの、あの雰囲気とあのキャラクター非常にマッチしているし、うん、今後だから逆にそういうキャラがまだちょっとね生かしきれてないところもあるんで、うん、ああ、そうですね、そのあたりを逆にこのなんだろうな どういう方に行くのかというか、うん、もっと死の方に行ってしまうのかそれともこうなんか逆にあの生きる目的というか、うん、そういうものが見つかっていくのかっていうところで、うん、あの どっちでもいけるキャラなんで、うん、そうですね、すごくその物語としてもちょっと楽しみですし、うんまあ、あのキャラ造形自体もやっぱりすごく好きな感じ。キャラ付けとしてのリボルバーを持たせたのも良かったと思うんだけど、はいはいはい、ただね、もうこっちはさもうあれはね撮影するかまあまあ制作側の問題で、うんうんあのリボルバー撮るときにアップにはしてほしくなかったんだ。なるほど。あの特にこのシリンダー開けて弾出したときに、はいはいはい、弾丸がね完全にエアガンの、ね、なるほど、そうなんですね、うん、あれはダミーカートに変えてほしかった。なるほど。リアルのダミーカートに変えるかなんかはしてほしかったね、ガンマニア視点、ダミーカートに変えてれば寄ってもよかったんだけど、うんうん、ダミーカート変えずにまんまのエアガンのカートリッジ使っちゃうとあの後ろのリムの部分にゴムが入ってるのがもうもろばれなかった。はいはいはい、はいあれかね、ちょっとあの、アカネの時で思い出したけど、あの、彼女というか、みんなあの、カバンを持って、あ、はいはいはい、乗り込むじゃないですか。はいはいはい、あれ、普通だったら、単なるカバンは小道具で終わっちゃうんですよ。ああ、なるほどなるほど。衣装というか、この、でも、ちゃんとアカネさんの場合は、あの中に予備の銃が入ってるんですよ、ね。あ、そうですね。だあれも意外とあるようになって、あ、はいはい、あ、ちゃんとこれ単なる、あの、風景というか背景で終わらずに、ちゃんと小道具として役に立ってんだっていう、うん、あれはね、良かった。なるほど、なるほど。あれでも小道具として使うんだったら防弾板入れてもよかったよね。ああ、まあ、まあそういう、なんか防弾的なのなんかなかったっけ、なんかあったよ、あったあったあった。そうだよね。みんなそれでもいいんじゃん。だから、戦うときはいつもこれをこうか。まあそうだね、なんかそういうやつだよね。でも全然、みんなそれでやってもいいと思うけど。そうね。全員その、まあもう環境品というかさ、全員支給であのカバンが、防弾仕様のカバンが支給されてるっていう設定にすれば、結構これをそのままシールドで使うのがね、ありだと思う。だからこれからいろいろとシリーズが進むにつれて、さらにバリエーションが豊富になっていくでしょうか。これからのこうキャラもね、どうなっていくのか、うん、で意外にやっぱりその赤根の話じゃないですけど、はい、意外にお亡くなりになられる殺し屋さんもいたりするん で、 そうです、ね、ちょっと緊張感があるっていうのが、うんうん、私シリーズのこう特徴というか、うんうんうんはい、結構そのちゃんと見てないと、うん、うっかりしたらキャラ消えちゃう可能性あるんで、そこのなんかバランスもいいなっていうか、うん、逆になんかこう男性側から何あの要するにレギュラーメンバーの男性チームからしてみたら、はい、なんかねその人の生き死にを目の当たりにしてもうね、うん、
すごい切ないですよね。そうですね。あの、長谷川さんが黒川さんが、ね。そうそうそう。うん、だから本当、回を追うごとに、うん、男性陣のあの、なんか渋みがね。うん、そうそうそう。あと僕、平沢さん大好きなんで。はい。平沢さんめっちゃ好きです。平沢さんどうしたっけ？あの、いつも出てくる、あの、コンピューターっていうか。あの、メガネか。メガネか。ああ、はい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 。いい芝居するね、あの人もね。いいですよね。うん、女子高生だけじゃなくて、池尾寺もあの一応シリーズの売りみたいなんで、うん、で本当にそのあたりの芝居的なね、こう、やっぱり成長具合っていう、やっぱり全然あるのか、うんうん、ある、あって、やっぱりあんだけ作品あると、重ねてる人やっぱ違ってくるよね。見てる方も楽しいし、うん、やってる方も多分、全然違うのかな。あとあれですね、まあ、ちょっとロケットランチャーの。スズナさん、スズナさん、あれも結構頑張ってた方だよね。まあかなりそうですよね。うん、その結構燃やしまくってしてましたね。なんかあれは結構なんかいやすごいなと思ったよ。ロケットランチャーってものを使うのは難しいよね。うん、まあボーン表現難しいよね。ボーンってなったらやっぱでもやりましたけど、似たような感じになっちゃってるもんね。た、うん、だもうね、正直こっちの方が全然うまい、うん、というところ。そうなんだけどね、うん、選んだものが、うん、RPG って難しいんだよ。ダントンだからね。あれだわざと俺なんかさ AT4 とか。M72 とかだったのよ。筒だったらまだごまかしようかんだけど。で、反動飛ばすとなると、割となかなか難しいのよ、ごまかしが。まあ、この SGAW、はい、またあの今後も多分シリーズは続いていくと思いますので、うん、まあ、あの、かけながら応援しております、はい、あの続きも気になるところで、楽しみにしておりますので、ぜひ、他のね、視聴者の方々もですね、ぜひチェックしていただいて、細かいディテールを期待してます。基本的にこれ YouTube で無料で見れるっていう、ね、そうなんですよ。すごいよ、ね。うん、ね、そう、それはすごいよね。それはすごい。すごい、やっぱりすごいな。うん、回し物では全くないっていう。本当に純粋にね。忖度のない意見。忖度のない意見。忖度はないです。確かに。もうはっきり言いましょう、うん、はい。でも秘密基地いろいろ銃があるんですけど、全く使うことなく、あの今日は、はい、もういいかな、うん、使わなくてよかったかもしれない。使わないのかよ使わないのかよ。またあの次回は森崎源太の、ガンバニア講座でお会いしましょう。はい。では本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。